幕末、それは新時代へと誘う夜明け前の景色。令和の長崎はまさにその幕末から進化を遂げる地。そんな長崎を担う熱きクリエイターに迫ります。仕事は私を成長させてくれるものです。この番組はカレント株式会社の提供でお送りします。学生の時からずっと奈良ではの愛読者で、ちょびっと旅っていうコーナーがあるんですけど、真似して奈良ではごっこみたいな感じでお店さんに行ってました。ずっと奈良ではに入りたいなっていうふうに思ってて、求人を持っていったんですね。あ、すいませんって、昨日でもう一人決まって求人がなくなってますって言われちゃいまして、諦めようかなって思ったんですけど、採用していただいた方がダメ元でお願いしてみるからっていうふうに言ってくださって、そこから面接に行って内定をいただいて、でまさか受かると思ってなかったので、よっしゃーって叫んだかもしれない。最初の方は写真を撮るっていう技術が難しいなって、何回も撮りに行ったりとかしました。一つの記事が出来上がった瞬間が一番嬉しいです。頑張ってる方の応援をしたいです。一番近くに感じれる奈良ではっていう存在になれるようになりたいな。すいません、なんか締めないですね。この番組はカレント株式会社の提供でお送りしました。